At FUMA Japan 2011, Furukawa Kiko demonstrated Swiddle, a pickup and conveyor system using unique technology. Swiddle scoops up and moves materials in a sol or gel state, without them losing their shape. The demo used a compact robot hand to scoop up and transport complicated forms resembling a mixture of ketchup and mayonnaise.今までこういうゾルゲル状のものをです、形を崩さずに移動できるということは概念としてなかったはずなんで、それを実際に現物に合わせてですね、お見せすることによってそういうものができるというためのですね、いわゆる一つの販売の促進ツールという位置づけで開発したのが一つです。いわゆる収納する収納板が中にありまして、そこにシートが巻かれておりますので、それを片側固定してシート中の収納板を動かすことによって、いわゆる相対位置を崩さずに物を乗せていくことができる。また下ろすことができるし、上のシートはですね、テフロンシートを使っています。ただテフロンシートじゃなくてもですね、この構造はこの性能は出るはずでございます。One application for this technology is filling trays with sliced meat, without the meat changing shape. It's possible to fold both edges of the sliced meat inward before filling a tray. This enables meat processing stages from slicing to tray packing to be automated, which wasn't possible before. There's also a high-speed handling version of Swiddle. This enables sol gel dough products to be handled on a production line without stopping the conveyor.普通液状の替えの袋の中に入っている液体はですね、持ち上げるとですね、下の方に液体がたまります。と大きく下が膨らみますよね。それから吸い上げるともですね、やはり液体が下の方にたまりますので、形状が狂っちゃうんですね。そうすると規定されていた箱にですね、数を入れようとするとですね、入らない現象が出てきます。それをフラットの状態で平坦な形でここに入れるということで、今まで入らなかったものを人がですね、全部こう整理しながら入れたんですが、これはもう自動化で入れることができるということで、まあ、私ども零細な会社ですので、まあ直接的に私ども海外と取引するということは僕らはやるつもりはございません。だからこの技術をですね、買っていただくと、もしくはこれを販売したいというですね、スポンサーがつけばですね、私ども相談の中でいけるかどうかの判断をしてですね、ジャッジメントしたいと思います。